は草津市山田まちづくりセンターで活動しているレッセン流山田詩吟教室です。私たちは詩吟のいろいろな大会や発表会に向けて楽しく練習しています。また地域の祭りやイベントで発表しています。詩吟は漢詩や和歌に節をつけて吟ずる伝統芸能であり、若い方々に詩吟の魅力を伝える活動を続けていきたく考えています。練習日は毎週月曜日の午後7時から9時までです。詩吟は意外と全身を使います、健康にも良いと思います。また全国大会に出て賞をいただきました。とても嬉しいです。年齢性別は問いません。近くにお住まいの方大歓迎です。気軽に見学に来てください。詩吟を通じて健康を生き生き頑張ります。アミンチュ。